平面浦和ラストピースはもうあの男しかいない説検証。 J 奪還を掲げた3年計画ラストイヤー、まさかの大苦戦となっている浦和。そんな中、浦和の強化部は再三ラストピースの補強を示唆。我々からしたら愚問だが、一応ご覧の6名を1年間浦和のワントップに固定し、一番いい成績を残した選手を勝手にラストピースと認定。注目は本物のラストピース候補のリンセント、当チャンネル不動のワンピース杉本健雄。ということで、ポイントの割り振りはこちら。リーグ戦は1位を5ポイントとし、5位までがポイントを獲得し、それ以下は0ポイントに。ルヴァンカップは優勝が3ポイントでベスト4までがポイントを獲得。説明が長くなったが、1人目の挑戦者はキャスパー・ユンカー。早速開幕戦を見てみることに。果たしてユンカーは雪の広島でラストピースたる活躍を発揮できるのか。試合は18分、いきなり失点。学年に一人はいた。冬でも半袖短パン姿の柏に決められ先制を許した浦和。しかし24分、平野のパスをギリギリで抜け出したユンカーがゴール。際どいゴールで困惑するもゴールが認められ時間差で大喜び。しかし前半はこれ以降シュートを打てず同点で終了。エンド変わった53分、広島のパスについていけず失点。再び勝ち越しを許すと83分、不運な形で3点目を献上し勝負あり。大事な開幕戦を落としてしまう。2節のセレッソ戦は32分にメンデスにぶち込まれ2戦連続で先制弾を決められると、その後ユンカーにボールを集めようとするもセレッソのムササビディフェンスに阻まれてしまう。しかし83分、ユンカーのスルーパスから同点弾が生まれ、チームを救ったユンカーはその後普通にゴール量産体制。果たしてユンカーは浦和の3年計画を遂行できたのか。あと一歩まで来ていた。勝てば文句なしで優勝が決まるアウェー神戸戦。試合は25分、イニエスタに3人も釣られた結果失点。優勝へ暗雲が立ち込めるも36分、ユンカーのスルーパスに抜け出した関根が右足でうまく巻き、前半のうちに同点に追いつくとアディショナルタイムにもチャンスを演出し前半終了。エンド変わった後半、浦和はユンカー中心に攻めるもゴールは遠く、同点で試合が終了。優勝の行方は他会場の結果次第に。すると突如浦和サポーターが喜び始め、選手もそれを察して喜び始め、浦和の優勝が決定。念願のシャーレを受け取り待望の J 奪還を達成。ということで成績を振り返ると、どういうこと？確実にシャーレを掲げた浦和だったが、世にも奇妙な2位フィニッシュ。しかしルヴァンカップは確実に優勝したのでチームポイントは7ポイント。ユンカーの個人成績は通算19ゴール6アシストを記録し、平均採点は 7.2 なので個人ポイントは 51.2 ポイント。その2つを足した総合成績は 58.2 ポイントで現時点では暫定1位に。2人目の挑戦者シャルクはいきなり江坂へのゴールをお膳立て。さらにエンド変わった49分にはこぼれ球を自ら押し込み、58分にはカウンターから大チャンスも思わぬ敵に阻まれ2点目とはならず。しかしチームはしっかり勝利するとシャルク擁する浦和もしっかり無双。その結果今度こそしっかり優勝。しかし優勝が決まった徳島戦後、優勝セレモニーはなく選手は困惑、サポーターブチギレの珍事件も発生したが、正真正銘で悲願の J 奪還を達成。しかしルヴァンカップはベスト8敗退となりチームポイントは5ポイントに。そしてシャルク自身は48試合で驚異の25ゴールを決め50ポイントと得点王を獲得。それにアシストと平均採点を含めた 61.2 ポイントを獲得し、合計 66.2 ポイントでユンカーを抜いて1位に。3人目の原口は FC 東京との開幕戦をまさかまさかの4失点で大敗。スタートからつまずくとその後勝ちきれない試合が続き、チームは J 優勝を逃すと、ルヴァンカップに至ってはグループステージで敗退してしまい無冠の4ポイント。個人成績は通算8ゴール10アシストでアシストを獲得し、違った形のワントップを見せるも今大会のルールに泣き 36.8 ポイントで残念ながら3位に。続く牧野は因縁の鹿島との開幕戦で開始10分にいきなりゴールを記録すると、同点で迎えた64分には死角から頭で合わせこの日2点目を決め因縁の対決に勝利。さらに7節の神戸戦では1点ビハインドの67分、さすがの嗅覚で今季3ゴール目を記録。しかし
その後精度を欠き、ゴールが遠のいたのでスキップした結果、リーグ戦は良い、ルヴァンカップはグループステージ敗退とまさかの2ポイントに。個人成績も5ゴール1アシスト 6.6 ポイントで終わり、 19.6 ポイントで4位に。しかし、ただで終わらぬお祭り男は警告王という称号を得て場を荒らすだけ荒らし撤退。ということで残るはマジのラストピース候補のリンセンと唯一無二のワンピース杉本の2人に。まずは噂のリンセンから観戦。最初のチャンスは36分、モーベルグのクロスをボレー。期待を感じるシュートもゴールキーパー正面に。すると38分、今度はモーベルグの壁役となりゴールを演出、挨拶代わりのアシストを記録すると、前半アディショナルタイムにはうまく抜け出しゴールを決め、2度目ましての挨拶を記録。後半名古屋に1点を返されるもリードを守った浦和がリンセンのデビュー戦を勝利で飾ると、続く試合は難敵アビスパから洗礼を浴びる展開を期待するも、30分、そのリンセンが先制弾、ヤンキーボールボーイも見とれる鮮やかなゴールで先制すると、エンド変わった58分、江坂のロングボールから関根がタフすぎるゴール。喜びよりも心配が勝つ、交通事故レベルのヘッドでアビスパを突き放すも、63分、右サイドの2人が突破され田中達也に恩返しをされると、85分には土壇場でファンマに同点弾をぶち込まれ、しっかり J の洗礼を浴びたリンセンは混戦の J を落とすと、ルヴァンカップも準優勝で終わり、チーム成績は5ポイントに。しかしリンセン自身は26ゴールを挙げ、6点王を獲得すると9アシスト 7.3 ポイントも記録し、合計は 73.3 ポイントと初の70点台を獲得し、ラストの杉本にプレッシャーを与え終了。ということで最後の挑戦者は新内杉本健勇登場。開幕戦は珍しく J の舞台を戦っている横浜 FC、すると海外で経験を積んだ横浜 FC が牙を剥き、11分、失点。しかしその5分後、あの男が空気を変える。杉本だ。冷静かつしたたかにゴールキーパーの股を抜き、早くも同点に追いつくと、勢いに乗る杉本は前半アディショナルタイムにも華麗なボレーをぶち込み逆転に成功し前半終了。しかし65分、完全に崩され失点、リードを守れず追いつかれると、83分の最大のチャンスは関根がエゴリ、勝ち越せず試合終了。杉本が2得点の活躍もチームは引き分けという何とも言えない開幕戦に。しかし杉本は神戸戦でもしっかり先制ゴールを決め、今度は勝利に貢献。鳥栖との試合では互いに何のメリットもない遅延行為で精神的に揺さぶられると、ようやく蹴ると思いきやメンタル強めのフェイントをかまされ、盛大に煽られるも負けじと杉本は力強くゴールを記録。そんな杉本こそがやはりラストピースなのか。しかしまさかの4位、古巣による杉本包囲網に泣き、リーグはわずか2ポイント、そしてルヴァンカップも包囲網に泣き準優勝、チーム成績はたったの4ポイントに。そして気になる個人成績は50試合で25ゴール3アシストで平均 7.2 点を獲得。そしてこの点数を踏まえた最終の順位は、ということで検証結果、リンセンの補強は割といい線、巻き返したい浦和に明るい兆し、はーいでした。